はい、こんにちは、草木です。メッシ選手キャリア始めていきます。ということで、今日の初戦は UEFA ヨーロッパリーグ、レアルソシエダ戦ですね。ソシエダもうちと同様、初戦勝ったチームだからね、勝ちポイント差は一緒。割とレアルソシエダもメンツいいからな、同格ぐらいな気はする。7試合連続ゴール来てえな、連続ゴールつなげて。2桁行きてえな、ここまで来たら。よしよし、ナイスブロック、ナイスブロック。いやー、でもエーゲシュタイン。キープして OK、ナイスブロック、もう一回。連続ブロックで、ここで奪って奪って奪い切って欲しかった。今のは足出てんだから。うわ、最悪。いや、てか PK、 今の PK 厳しくね。いや、今の PK はだいぶ厳しい。いや、足いってはいるけどさ。いや、さすがにあれはかわいそうだわ。アフォロー決めないでくれ、止めてくれ。威力は弱い。動けないほどでしたか。また今見てから止められなかった。まあ、コース良かったけどさ。いや、でも止めれるよ、それは絶対。いや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 、絶対止めれるでしょ。ループシュートってことではないけど、あの威力だぞ。まあでもコース神だな。止められそうでもあるし、止められない可能性もあるな。判断しづれ、今の。よしよし、それでいい、それでいい。俺のところに蹴られてもきついからな、正直。前で待って、まあ、ボールがないか。OK、ゴールビン、OK、ナイスパス。いやー、ここもきつい。お、開いた。いや、待って。あー、もうマジ、マジ、フォロー、もうちょっと来てくんねえかな。きつすぎる、さすがに、今のは。よし、来た。ここ来た。ここ、行ったね、完璧。狙い通りのパスタスター。ゴロビンとの二人での関係。今のは良かった。ゴロビンからパス通った。この形で通ったのも良かったし、なかなかず、ゴロビンの動き出しはね、ヒールで。とりあえず同点。やっぱ攻撃力あるね、このチーム。まあ、PK は不運だったからな。あれはちょっと判定含めいろいろと。触るかでかインターセプトできるんだ。いやー、これハンド。ハンド、ハンド。ないか。どっちもないか。やばいな、これ。いや、だいぶパス出してきた。やべ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 、ブロックしてよ、そこは。なんかちょっと緩かったな、今、全体的に守備が。ちょっと今のは守備緩くなかった、全体的に。ここ緩すぎなかった。まあ2連でまあちょっと上手かったのもあるけど、最後ちょっと止めて欲しかったな。あそこまで寄せてるんだったら、さすがに取り合いというか、あっさり失点しすぎだな、今のも。さすがにこうなってくるとめんどくせえんだよな。おお、してこないな。あー、やべ、今いけたわ、絶対いけた。うわ、今ビビったな、完全なビビり、今のは。ここ、あ、そっちか、ファーか、ニア来るかと思った。シュート、あ、ダメか、くそ、もういいよ。終わりだ、どうせ。2対1か、ちょっと失点がな、余計すぎる。てか、そうや、7試合連続ゴールかかってるんやって、今思い出したわ。あそこもうちょっと持ってくれればさ、俺が完璧な裏抜けしてさ、1対1でハイゴールだったのに。奪えないのか、そこまで寄せておいて。やばい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 、寄せてたと思ったら急に緩くなるな。インサイドで回してるときな、ボールもらいに行きづれんだよな。どこでどう、どこでどこにパスタスが見えねえし、基本。下がって下がって、ほら、いいよ、パスパス。サイドで一回抜けて、このまんま上がって、オッケーオッケー。ここ来てくれ。よし、切ったね。ナイスパス。左足。はあ。いや、完璧だったけどな。やべ、焦ったのか、単純な決定力不足な気はする。よしよし、来てくれ。ここ。うわー、そっち出しちゃうか。まあ、悪くはねえけど。悪いってことではねえけど。お、ここはトラップ。いやー、くそ。ここで、あー、無理だった。助けるか。いや、ダメか、オフサイドです、しかも。くそー。点決まらないな、チャンスはあるんだけど。あと、純粋にボール持つ時間が短い。よしよし、その高い位置のカットはマジで最高。出すなよ、出すなよ、もうちょっと、もうちょっと待ってよ。ここ、くわー、ごめん、これオフかもしんない。オフじゃなかった、最高や。ファール、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 おい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 。ファールじゃないの？そんだけ寄せて。いや、くそ、奪えないか。はい、これゴルビンに預けて。いやー、ごめん、パスクソだった。オッケー、ここフォラント何とかして。いや、オッケーオッケー、ゴルビン、はい、ナイス。今日ゴルビンの日だな、今のところ。
またしても前線でうまいこと回せたな。ここでフォランと打つかと思ったけど、フォランと落ち着いてパスからのゴロビン。アレクサンドル・ゴロビン、2ゴール目。まだいまいち息が合わないんだよな。いや、サイドか。それ最後いいんだけど、ここでな。やべ、誰かいてくれ。ゴロビン預ける。シュート。ダメだ。パスパス。オッケー、試合終了。まあ2対2ならいいでしょう、追いついて。まあアウェーで1分けならオッケー。今日はシュート3本塗ってアシスト1本か。いやー、でも1本決定機あったからな、あれ。やっぱあれは決めきんなくじゃない、 ST なら。てか相変わらずシュート本数少ないな。まあこの内容か。まあ引き分けが妥当か。さあ続いての試合はリーグに戻って4位のボルドー戦。普通に連戦だからスタミナがねえと、あときついな、試合が普通に。ちょっと7試合連続ゴール止まっちゃったのが悲しいけど、まあ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 、こっから取っていけばいいから。よし、お願いだから俺には蹴らないでくれ、俺にはしないでくれ。よし、いやダメ、俺かよ。シュートはいけなかった、クソ。ナイスパス。いや、あー、オッケー。いや、オッケー、1回キープ、1回キープ。でここでどうするかだな、難しい。ポジションが地味に難しい、ここら辺の。ここ、中央来てくれ。うーん、誰もいねえ。お、ナイスナイスナイスパース。そして外れる。さあだいぶ前に回してくるね。いくいくし、ナイスカット、ナイスカット、パスパスパス、いいから早く。オッケー、ここ一回預けるか。預けてこっち。いやー、いいパスだけど、ちょっとこれで。さあ来て、来たぜ。いやー、遠い。もうかわしてんだけどな。やっぱり決定力は足りない。シュートコース作るようにもできるようにもなってきたけど、決めきれないな。サイドにくれ、サイド、そのまま。オッケー、ナイスタックルだと思ったけど、奪えないのか。これは奪いきれ、奪いきれというか止めきってくれ。オッケー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 、ナイスカット、ナイス。立てていいぞ、立てていい。いい、預けろ、そっち。まあいいけど、パスきれ。よーし、だけどこれちょっときついな。オッケーオッケー。あ、ファがいる。よし。よし。いや、ダメか。これまだダメか。決まんねえな、今日は。狙い通りのクロスからのヘディングなんだけどな。今日決まらない日だね。ここへ。よーし、狙い通り。ここで切り返して預ける。ここ、中央。あー、来なかった、リターン。あ、どうする？ゴルベ。あー、ごめん。チキったない。よっ。おお、シュート。おお、キャッチ。右足はやっぱおもちゃ。終わりか。よし、前半終了。ちょっとな、さすがに。一本ぐらいは決めてほしかったな。ちょっとメッシひどかった。シュート力は決定、シュート力と決定力以外はあるんだけど、それだけがない、本当に。緩くはないんだけど、硬くもねえわ、このチーム。いやー、どうだ。オッケー、ナイスカット。フォアオスできないか。オッケー、奪い。いやー、それ、これやばい、これマジでやばい、これマジで。おー、よかった、打ってくれて。さあ、こういう1回のピンチで一発でやられるのだけはマジで避けよう。大丈夫？オッケー。なんかいまいち点取れそうな雰囲気ないな。これは？ゴールは？ゴールは？なしかよ。このパスは通るのかよ。いや、やべえだろ、今のパス、普通に。ダイレクトとかじゃなかった、今のパス。普通にやべえパス通してきたな。あ、てかもっと下がらないといけないの、これは。RM ってそんなに下がらないといけない。ちょっと中央人数少なくない？ OKOK。大丈夫？ OK、ナイスブロック。こう、行ってくれ。いやー、ダメ。リターン、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 リターン。いや、早えって。前半、キーパス2本か。いや、本当にちょっと前半いいところなかった。決めきれなかったし。ちょっとチームとしても後半の攻撃なんか全然良くなかったんだよな。なんかひたすらただただロストしてたし。全くうまくいかなかった、後半は。はい、それでは、3試合目はリーグワン8位のリヨン戦ですね。なんかここ3試合とも強豪というか同格レベルがなんか続くな。まあ相手が相手とはいえ、そろそろゴールと勝利が欲しい、さすがに。複数得点するタイプじゃないからな。決定力的に複数得点ができないという。フォロマー行って。よし。いやー、まあ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 悪くない、悪くない。悪くはない、そんなに。いやー、やべ。シュート、ダメないな。もう一回、シュート、あー、こう一回。おー、やっと決まった、先制点。アフォローか、アフォロー。いいところ詰めてた。
ここシュートいけるかと思ったからいけなくって、もう一回打って、それでもダメで最後叩き込んだ。味方が、ジーン・エデューデス、あ、じゃジーン・エウデス・アフォローかな。まあ、とりあえず先制点。大きいね。CL に確か出てるはずだしな。一応。よしよし。ここ、来てくれ。よーし、ナイスパス。来たけど、どうしよっかな、これ。一回抜けて。シューターくっそ。一人かわしてももう一人がきっちり来るね。前作とかショートパスのパスコースさえ潰せば余裕でパスカットできてたのに。いや、うまい、キーパーオッケー。まあまあまあ、じゃあ頑張って、あとは頑張って粘って。おしおし、ナイスタックル。いや、いいタックル。あ、まあいいよ、パス。あんまりないか。ここ、来てくれ。いやー、ナイスパスだけどどうするか、これ。よし、かわして。いや、ここは俺で行く。自分で仕掛けて。右足はー。まあ、分かっちゃいたけどね。正直、右足で、だから打つ前にやべえ気はしてた。やっぱ決まんねえな、右足。決定力が欲しい。てか、やっぱサイドの方が良くない?ぶっちゃけ。いや、バカバカーと思ったけどね。ほんとディフェンダー早いな、戻りと。ナイスパス。預けて。さあ、来い。さあ、ここで仕掛けるか。いや、ぶんねえけど、くそ、仕方ない。あー、誰かに預けよう。これはちょっと一回きつい。ちょっときついな。さあ、おい、ユーバス一発。おお、完璧じゃん。めっちゃ鮮やかな流れ。たまーにこのチームやっぱ連携見せつけてくるな。いや、これはすげえ綺麗な連携だった。めっちゃ綺麗につながったな。インサイドハーフとボランチの3人。中盤3枚が綺麗に絡んだ。前線ほぼほぼ絡んでねえ。ブードフォルマー、ナイスコール。いや、今日は中盤が点取り日かな。そこで奪い切って、で、落とす、これはちょっときつい。いや、マジで、ショーパスだったんだけどな、今の。スルーパスじゃないんだけど、そんなにずれる。いやー、このパス良すぎる。いやー、カウンターロストからカウンター食らったか。ラシスさんに決められたな。いやー、このダイレクトのパスうまかったな。ギロットらしさ、2ゴール目。あんまり点は取ってないな。あー、ミスった。うわー、ミスった。早すぎた仕掛けが。まあ前半終了。ちょっとメッシはゴールしたかったな。まあ最初こぼれ球で、2点目も絡んだっちゃ絡んだからな。まあでもさすがにもうちょっとゴールなし3試合は嫌だな。まあ。サイド。よしよし、ナイスクリア。で、こぼれ球が繋がれて。よしよし、ナイスタックルなんだけどな。こぼれ球がまた繋がってこれが決まっちゃうんだよ。もうほんと怖い。こぼれ球が繋がりすぎなんだよな。らしさ、またきた。それ危ないだろ。よし、ドン続いて。こういう時はスッと上がって。縦パス来るか。いやー、そこまで行かれると難しい。浮き球あるでしょ。よしよし、サイド。こういう時さっさとサイド。よし、さあ。ゴルベ。預ける。行ってくれ。いや、打って、おお、打て。おお、ほせえ。打つタイミング独特すぎる。怖えよ。めっちゃボール持つからもう怖えよ。でも落ち着いて一人かわすのうまいな。普通にかわしてるから。シュートもうちょっと早く打ってくれないですかね。今日中盤3人全員ゴールじゃん、これで。今日は中盤の日だったな。雪田は、パス、終わるのかよ、ここで。まあいいわ。とりあえずまあ3試合ぶりの勝利。ゴールはならなかったけど。まあちょっと今日はなんかいまいちだったな。そもそも攻撃に絡めてない。まあただ決めなくちゃいけないシーンはあったけどね。イオンシュート2本ってまあうち1本決めてるんだけどね。うちもシュート6本が。てかもうちょっと打ってほしかったシーンとかあったからな。なんか今日は3試合でもなんか微妙だね、正直。さあということで、まあちょっとね、今回は個人タイトルを見ていきましょうか。まあメッシは今現在5ゴールで4位と、まあトップ7ゴールだから全然追いつけるね。まあメッシは試合出場数明らかに少ないし。で、アシストトップはフォルマー、そして2位はメッシとね、こっちもメッシまたいい位置にいるな。またアシストと得点ランキング独占来るか。まあ今日は3試合で2分け1勝と、まあ負けないのはいいことだけどね。まあ勝ちたいよね、あとゴール欲しい。リーグももうちょっと順位上げないとね、せめて CL 圏まではマジで復帰しておきたい早い段階で。ということで今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。